中ですね、開店前から並んでます。熱くなりましょう。ライドごはん。はい、どうもまこです。今日は東京都品川区 JR の品川駅東口、江南口ですね。そこから歩いて大体10分ぐらいのところ、こちら行ってみましょう。じゃあ、ラーメン二郎品川店、行きましょう。先に食券を買ってから列に並びます。今順番待ちの次ですね。今日もいつも通り全部足ましていくようです。こちら店員さんに聞かれるまで待ちましょう。今日は小ダブル全部増し増してきました。油にも味乗ってるから本当にうまい。めっちゃ染みてる。ようやくスープ下げます。
登場しました。と返していきましょう。点進行していきます。ふんだんにあると味が染み出ています。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。はい、ということでいただいてきましたラーメン二郎品川店さんの小ダブル、そして今回も全マシマシ、まずこの小ダブルというのは小ラーメンなんですけど、小豚なんだけど、その豚がダブルになってるということで、もう見てもらった通り豚の量もさることながら並べ方もね、カッ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 とね綺麗に並んでました。非常に絵面も美しい一杯だったんですけども、この全マシマシというのは、最近毎回説明してますけど、ラーメン二郎さんは野菜の量、そして味の濃さ、ニンニクの量、そして背脂です、油の量を、チョイスできるんですけども、少なめとか多めとかあるんですけども、それを全部4種類全部多く、しかももっともっと多くで全マシマシということで、全マシマシお願いしてきました。今日もスープ、まず味から言うとスープ美味しかったですね。でここのスープは一貫して優しい本当に丸い味なんですけども、日によってもちろん多少のばらつきあると思うんですけど、今日は特に優しくてね、初めね、これ味辛めね、濃いめしてるけど少し弱いかなって思うぐらいの第一印象だった。だけどすごいねこれね、今日の豚
豚にねキュッと味がついてるからね、もうこれ多分計算してあの味の濃さにしてくれたのかな。素晴らしい気遣いだと思うんですけど、もうこれね豚の枚数多いし、しかもそれぞれに味がついてるからスープが優しくて本当にちょうどいい。で上に乗ってる背脂、これねちゃんと味ついてますね。でも今までここ何回か来た中でも今日は本当特によく味が染み渡った背脂の部分でしたね。ほんと美味しかったですね。でそれをそのままでもほんとバクバクいけちゃうし、野菜と絡めて、で今日も展示開始しましたけど、麺を上に野菜を下に潜り込ませて、展示開始の後にね麺を展示開始した後に麺をもうバクバク食べたんですけど、これもね麺に染みているスープもね、そのさっきで優しいスープが染みてるから、もう麺自体が少しほのかに甘み、小麦の風味とともに甘みも感じるような仕上がりなんだけど、そこで要所要所豚をつまみながらいくとね、本当にこうバランスよく美味しく最後まで楽しめる一杯。ゼンマシマシはそれなりの量なんですけど、やっぱ最後まで飽きずにいけて、しかもね最後完飲したその最後の最後のスープまで美味しく感じるというのはやっぱこうさすがだなと思いましたね。見た目の豪快さと裏腹にすごく繊細な味付けやバランスが整えられている一杯という感じでした。そしてお店の方ともねちょっと軽くご挨拶とかお話ししたりなんかして、わしなおやかな雰囲気で食べれました。そして帰りがけにはもうねいつものことなんですけど、行列がねもうあの角を曲がって L 字に曲がるぐらい行列ができてまして、さすが人気店という、盛況ぶり、そしていっぱいでした。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ではまたバイバイ。